KT7 とは梅谷健人が発起人となり日本素材地界を関西から盛り上げるべく新たに立ち上げた大会である。素材地をベースとした独自のルールがあり、24秒ルール、キックイン、ドリブインなどが採用されている。独自ルールの採用によりスピード感あふれるフットボールの攻防が魅力となっている。さまざまなバックボーンを持つチームが新たなフットボールの頂点をかけてしのぎを削り合う。さあ、いい守備カウンター、オープン。ここはワッパッパにも負けない。ただチャンス来た。ここで、おスーパーゴール。コーラー東京、関東一部強豪がネジ伏せるのか。いや待って、えぐいっすね今回の素材地。いやめっちゃレベル高いですね。プレーえぐいっすよ。怪我とかしてまうて、これこんなバチバチだと怪我心配になるっすね。いやでも今回その怪我しないようにうちで用意した、ケアをするためのブースと景品として当社で作ってるストレッチ用のポールアクスフォーマーを用意してますんで大丈夫です。ここに寝っ転がって体幹トレーニングとかストレッチとか肩こり予防、腰痛予防、姿勢改善などをやってる商品です。なるほど、こんなん家に1個あったらええなー。ねじり上げるのか、果たしてねじり上げるのか。お、さあ、ここは惜しい、惜しい、一本つなげてきた。ナイスパスです。先制シュートはコーラー東京。ただグロスト、おっと、時間が経てば経つほど走ってくる。できればこの尾行を変えていただきたかった。いろいろ再開し、さあ出足が速い、いい守備カウンター、おっと、ここは上に外れた。20番田中選手、20番、さあ社長早い、若さにも負けない。お、ちょっとこのグロスト全員が能力高いんですよね。スピードもあるしテクニックもあるし、特に大きい選手とかいないんですけど、もうみんながすごく、例えばチームですね、やっぱみんなやってっただけあって、うまい。そう、ただここは守る。おい、あ、うまい、判断ギリギリで変えたやん。なあなあ、判断ギリギリで変えたやんけど、あれどう思う？こっち、しゃべりかけといて。さあ、ここは僕の戦友、太一が取りましたけども。おっと、おっと、チャンスか？太一、惜しい、太一から。太一からの。太一からのパス、愛が少し足りなかったか。どうなん太一、その辺は。と出てくる。さあ、ただ行くけども戻っているクロスト。さあ、まだヘイヘイのドリブルを見てないですけども、どうだ、溜めてるのか今。19番、ヘイヘイ。おお、ここはヘイヘイ、19番。ワイヤーに跳ねたボールをゴールに。ギングスリーグ日本代表、ここで見せてきました、ギングスリーグ日本代表、ヘイヘイ小田良平。皆さん、あだ名だけでも持って帰ってください。ヘイヘイです。ほぼペイペイです。ペイペイ、ただチャンス来た。ここは
カイチが止めるか。おお、カイチ、カイチ、そんなんできてる。カイチ、ナイスキーパーでした。今ただグロスとこの時間が経つにつれて全員が走ってくる。バテを知らないチームなんでね。おっとが開いたと。おっとこれは、おさあいい位置からキック。もうここクロス上げれるとこですからね。蹴れちゃうんでね。おお、おっと、おい、まだそうか、終わりじゃないんですよ。終わりじゃないんですね。上は、上落ちは。おっと、おー、ここはシュート。カウンターか。おっと、おお、いやーいいボールでしたけども、ここはつながらず。おお、ここもつながらず。パスってやっぱつながったらいいんですよね。あ、そろそろつながらなかったらよくない、よくない。面白いことにね。おっとカット、うわー、あー、これはおっと、どうだ。こっちで言っときます。おっと、そういうのもある。めっちゃフリー。おっと、ある、いいとこ入った。そしておっと、あー、ぐちゃってなったりしたら危ないから気をつけて。グッてなって膝とかドーンになったらもうそのままあーなるから。24秒。さあ1本届いた。ここは太一が出ていく。太一大好き。今ちょっと変わったボールの質でしたけど、キーパー判断を変えてパンチングで、素晴らしいですね。素晴らしいですよ。いい判断です。さあここはキーパータッチ。ここは入れ替わらない。そのまま攻め続ける。ほら、やはり強い。おっと、あ、ここは惜しくもつながらない。さあここからがグロストの力の見せ所。コーナーです。コーナーってレフェリーが言ったらコーナーです。さあと気持ちでいく。そのネットを引っかかってなんか魚釣りの漁みたいになって、え、何や、どうした。おっと、ここは少し緩いパスを拾ったボーラーが決めるのか。まだ守る。うわー、惜しい。さあここは冷静にボールを見て、キーパーからのスタート。おお、
引っ掛けた。さあ、ナイスボール。おー、惜しい。ファールが結構増えてきましたね、これは。おっと、惜しい。お、あるの。うわー、ここチャンス。さやっぱすごいです、モード通りがやっぱ早い。ヒロスト、おっと、こう行くんですか。そのまま行くんですか。 おっとここで追いついたー。ヒロスト全員守って全員攻める。スーパースタミナチーム和歌山来た軍団追いついた。あ、社長なんかずっと休憩中とか足なんか動かしたり MC でもなんかずっとやってたでしょ。あれなんすか、その黄色いやつ。それあのうちの会社で作ったミニツバンドっていうんですよ。はあ、特徴としましてはトレーニングをしてても汗も実はかかないぐらいなものなんです。ちっちゃい筋肉を鍛えるには負荷がない方がよくて MC しながらインナーマッスル鍛えてたんですか。あ、そうです、はい、何してんねん。もうね、ウロストはね、全員行っちゃうんですよ。ただ全員戻れちゃうんですよ。今、むしろ3枚ぐらい3枚ぐらい余ってましたよ。すごい体力だ。言っていた、もう残りが少ないところでやってきましたけども。さあ、時間がもうはい、ところで追いつかれましたが、もうこれは1点取った方が勝ちって言ってもいいんですかね。どっちや。いいボール。おお、さあまだ攻撃が続いている。裏に行った。おお、スーパーゴール。もうちょっとキーパーが切れました。うーん、なんかったっす。情報によるとキーパーだと、キーパーだと、本職キーパーがジャンプ力を使ってさあ、ダダちゃうわ。ただ今抜けない。いや、抜けないぞ。さあ、めちゃくちゃ飛んでるな。おお、ポストプレー良かったですね。言ってんだろ。何なんだよって、あのポストプレーを。なんていう展開、これまさに KT7 の醍醐味。攻守がもうバンバン変わって、これがもうと思ったらもう攻撃が始まっていた。全員攻撃、全員守備です。どうなってる。5ファールがありますからね、次から全てシュートアウトということになりますが、ただここ2対2、大チャンスです。ユロスト、はい、そう、うわー、
おっと、ま、いいボール、おー、いいトラップ、ナイスディフェンス、これ拾う、実は今回真夏の大会ということで熱中症対策としまして、うちで作ってる特殊な保冷剤クールウィズっていう商品、クールウィズ、それとあと吉川ファームっていう会社で作ってる高糖度のフルーツトマトを今回ちょっと皆さんに持ってきて食べていただこうかなと思ってます。これをもう持つだけ、温度が青い部分と白い部分で変えてまして、約10度ぐらい、こっちが20度近くという形で温度変えてるんですね。はい、このトマト、ぜひギャバ、クエン酸がたっぷり入ってまして、機能性表示の食品登録をしてます。すごい。まず食をちょっとうるさいね。甘っ。水分も一緒に取れる。ハーフタイムにはぜひ。はい、決定戦の方を始めたいと思います。ボーラー東京対 FC ビーチ。さあ、関東リーグ一部対関西リーグ一部のプライドをかけた対決になります。さあ、両チーム怪我なくいい感じに激しくやっちゃってください。今始まりました、大阪対東京の対決です。3位決定戦、おお、早くもバチバチでございます。怪我だけないようにお願いいたします。今のキーパーナイスキーですね。おっと、もうお互いファールは1-1、これファール6つたまるとシュートアウトです。ヘイヘイがドリブルのシュート、おーシーズーボール1個分右、見にくかったです。さあ、ロングボールを追ってくるが、ここでおっと入れ替わった、おっとシュートまでいい、ゴーっと、いや、もう展開が早すぎる、びっくりしてる、シュートで終わる。さあ、ピーチキーパー、おっと、ナイスキー。3位決定戦でもまだまだ止めるぞと言わんばかりの執念のディフェンスでしたけども、ちょっと喋りすぎてるので水を飲みます。やはり対応をかけた試合、少し荒くなっておりますが、わかります、その気持ち。ここは太一、太一がキャッチする、おっと、しっかり前でエビが、ここでもしっかりエビをしていく。さあ、エビにボールが入った、どこからエビになったのか、まだエビになった感じはしないが、エビになるって書いて、いい、うまいパスだ。
さあ攻撃早いよ、早い攻撃から、おーし、より激しくなっております。 AT7 おっと前で、さあ長いボールを入れるが、お弾くが、それをまだ取る、ここもまた奪う、もう奪い合いだ、すごい奪い合いばっかりだ、もうドリブルとかだったらすごい奪ってる、お強い、そして高い、オート反転、おっ、さあここは前でオート、さあメレズピーチ攻撃、おー足伸びる、タイチ、おっと、おっ、入った、どうだ、ここはゴール、ゴールです、おっと、からのアシスト1点入りました。いや待って、えぐいっすね今回の素材値、いやめっちゃレベル高いですね、プレーえぐいっすよ、怪我とかしてまうて、これこんなバチバチだと怪我心配になるっすね。いやでも今回その怪我しないようにうちで用意した、ケアをするためのブースと景品として当社で作ってるストレッチ用のポールアクストフォーマーを用意してますんで大丈夫です。ここに寝っ転がって体幹トレーニングとかストレッチとか肩こり予防、腰痛予防、姿勢改善などをやってる商品です。なるほど、こんなん家に1個あったらええな。いや先生はボーラー、ちょっとぐちゃっと事故ったような感じで入りましたが、ゴールはゴールです。天井パス、さあ2点目取るのか、おっと、ここはここはパスが合わず、さあまだわからない、それが KT7、15分間、うまい、おうまいが、ここは大丈夫ですか、え、本当に大丈夫ですか、さあ真ん中でフリーダー AB シュート惜しい、さあ前で1枚、ただボーラー戻っている、上に浮かした、折り返して、おお、うわ怖い、ただまだ、さあここでヘイヘイ、キングスリーグ、おっと、ヘイヘイのドリブルがファールを誘ったよ、キングスリーグ日本代表、キングスリーグ日本代表ということは康次郎の友達、変わらず1対0ですが、おお7分経過しました、サッカーバカ旬、生まれた時から知ってる、お前は持ってるやつだ、おお、さあ2枚かわして、おっとこれは中か外か、イエローカードが出ましたが、外か中か、外からのフリーキック、今大会アシストもめちゃくちゃ決めてますからね、これは入ってないのか、入ってない、入ってない、
入ってない。ここはこういうのから流れが来る。大好き。一旦落ち着いてください。我に返ってみてください。おお、頭で、あの距離を頭で、僕は怖くてできないです。いや、できます。全然ビビってなかったですね。全くビビってなかった。僕は怖くてできないです。いや、できます。おっと、あ、かおお、どちらが勝つか全くわからない状態ではありますが、ここでピーチが前を向く。さあ、ここはですね、前に。さすがソサイチ日本代表。ここは戻り切ったか。おお、あ、ちょっと顔を落としてる。一緒に一緒に、さあ、あるよ、まだある。じゃあ先。
決定でございます。容赦ナイスゲームです。ありがとうございます。熱っ、真夏っすよこれ。フラフラしてるやん。もう倒れてるから心配で心配で。いや、何それ。いや、実は今回真夏の大会ということで、熱中症対策としまして、はい、うちで作ってる特殊な保冷剤、クールウィズっていう商品、クールウィズ、それとあと吉川ファームっていう会社で作ってる高糖度のフルーツトマトを今回ちょっと皆さんに持ってきて食べていただこうかなと思ってます。これをもう持つだけ。温度が青い部分と白い部分で変えてまして、約10度ぐらい、こっちが20度近くという形で。温度変えてるんすね。はい、すごい。このトマト、ぜひギャバ、クエン酸がたっぷり入ってまして、機能性表示の食品登録をしてます。すごい。まず食品ちょっとうるさいね。甘っ。水分も一緒に取れる。ハーフタイムにはぜひ。さあ、今回この私クロスト対関西リーグ全国経験もあるゴールデンにどう戦うのかが楽しみです。みんなで応援しましょう。さあ、決勝のスタートです。15秒。
おっと、ここは、スーパー正面。
間に焦っちゃってしまうというのもこの決定戦のルール。速い、お疲れ様です。無事終了しました。予選。お疲れ様でした。いやめちゃくちゃ激しかったですね。もう熱戦のもう連続で。3チームがもう決まりましたんで、はい、本戦にあのチームが出てくるんで、もうゾッとしておりますけども。どうやらブロック、我々のブロックに、今日の優勝チームが入ってきます。意気込みどうですか？いやちょっとビビってますけど。いや頑張ります。まあ、うちもちょっと、本戦に備えて、補強もしますので、なんとかもう、はい、ここの試合も楽しみですもんね。ああ、そうですね。そうです、はい、僕らの枠わざわざ選んできましたからね、あいつらは。まあ、もちろん優勝ですよ。優勝か2位っす。いや優勝か2位っす。いやでも楽しみです。8月ですよね。8月12。これ以上に暑くなってますから、ちょっと天気がカンカンでじゃなかったんで、まだちょっと涼しかったと思いますけど、もう次熱々になってますから。ということで本戦の方がこちらです。どうぞ。FC レジェンド、慶吾、高、重、翔平、森保里、フットサルドリーグ、三木誉、長島クロール、愛忍、グラムワン、梅谷健人、アガサ翔平、炎上戦争。